あんたの思い出が道を開いてくれた。この先にはカオスが、戦いの終わりが待つらしい。あなたが予言通りカオスを倒せば、ボイスの思惑通りね。気に食わないが、予言に逆らえば異端者か。大丈夫。たとえ予言に背いても、心に本物の光があれば、誰もが光の戦士になれる。異端の私でさえ、きっと。それは、あの人が残してくれた希望。あんたなら、なれるかもな。君はどこの誰だ？どうやってここへ来た？何が好きで、誰が好きで、何を嫌い、誰を憎む？答えられるか？パラミティアルール。戦わない者の名は誰も覚えない。覚えておくがいい。君の名前は特別だ。この壊れゆく世界、パラミティアに希望をもたらす英雄、光の戦士の名とされている。俺の名前は特別らしいが、同じ名を持つブランクは山ほどいる。光の戦士になる奴が名前だけで決まるなら、俺でなくてもいいはずだ。ボイス、俺をどうする？光の戦士として持ち上げるか、異端者としてこき下ろすか。どっちも鬱陶しいな。よくぞここまでたどり着いたな。光の戦士は異端者を従者として希望の門を目指す。まさに予言された通りだ。そんな予言は初耳だ。だいたいメイヤは従者じゃない。頼もしき仲間といったところかな。俺を引きずり回す魔女だ。ボイスに何か言われたようね。戯言だ。聞こえなくてよかったな。おやおや、嫌われたものだ。お前の話し方が悪い。君をその気にさせたい一心だ。君は選ばれし者なのだから、他の連中のように立ち止まって朽ちてしまっては困る。他のブランクたちは朽ちていると？あれはあれで問題ない。君が彼らのようになることが問題なのだ。改めて聞く、どうして俺なんだ？名前で決まるんだ。始まりの戦士に会って分かっただろう。君たちの名前は特別だ。その名を選んだ瞬間から、君は光の戦士になることを運命づけられていた。俺と同じ名前の奴は何人もいた。そいつらでもよかったはずだ。君はつくづく疑り深いな。だからこそ生き延びてこれたのだろう。答えになっていない。君が信じようと信じまいと、人々は君を信じている。見たまえ。頑張れ。どうかカオスを倒してください。カオスやっぱりあんたは本物だ。カオスだけで負けるな。あれは人の希望の光。君という英雄の勝利を信じて、人々の胸に希望が湧き上がってきたのだ。さあ、光の戦士よ、進むがいい。
ハラミティアの人々が光の戦士に希望を託している。さあその期待に応えよう。君の輝きをもって絶望を打とう。光の戦士は見事試練の門を突破した。別に背負った覚えはないが、希望を求める人々の思いは常に君と共にあるのだ。生きる者が紡いだ思い、死せる者が残した思い、光の戦士の旅には思いがけない出会いと別れがあった。昔からの言い伝えクポ、セーラ様のご先祖様がお城を追われてこの砂漠に逃げ込んで何度も死にかけたけど、再起を誓って頑張ってとっても強くなったクポ。恩人さんも力をつけるために砂漠をさまようクポ。クポ？さまようのはどうだろう。どうした？実はここは初めてクポ。でも心配ないよ。ルーン神殿を探してルーンクリスタルを見つけてルーンの力をもらう。それが光の戦士の予言だから間違いないクポ。クポ。ああ覚えておこう。コーネリア城を立った君が次に訪れたイシュタル砂漠。灼熱の太陽に焼かれる道なき砂漠で君は予言通りの道を進んだ。遅いぞ。なんだと。よし待ちくたびれたぜ。どうした。やっぱりダメだ。待ってる間に傷が開いた。俺のせいかよ。なんとこれはまさに予言通り。よし君、戦勝だ。諸君、ついに予言通りの勇者が現れたぞ。戦勝で優勝した彼こそが誠の英雄、光の戦士だ。光の戦士の予言にはこうある。その者は競い合う同士を誰も傷つけず勝者となった。一度たりとも対戦相手を傷つけることなく不戦勝で優勝した君こそがまさに予言通りの光の戦士だ。なんだこれは。やったね。神殿の鍵クッパ。予言が現実になった。特別な名を持つ者だけが参加できる闘技大会。選ばれし君は予言通り見事に優勝を遂げた。都合良すぎの不戦勝でな。それが光の戦士の予言だ。いかに不自然であろうと予言は不思議と現実となる。
哀れだとは思わないか？そんなに俺を怒らせたいか？救ってやってはくれないか？あのモーグリはパラミティアの人々そのものだ。助けを求め絶望の闇に染まった哀れな人々を希望の光で救えるのは君だけなのだ。さあ光の戦士よ、彼らの思いと共に進むがいい。爪が甘いな。ほら、起きろ。おい。これは冗談なのか？だとしたら立ちが悪い。予言クポ、友は犠牲をいとわず勇敢に戦う。友の命が消えるとき、扉の鍵が現れる。戦士は友を失うが、託された希望を忘れない。鍵なんかないぞ、ここじゃ誰も死なない。よかった。友はオイラじゃないかもってドキドキしたけど、これで安心クポ。まだだ、安心するな、ずっとドキドキしてろ。もう胸いっぱいクポ、たくさんのドキドキは全部オイラの希望。だってすごいことクポ。オイラの活躍でモグリ族は光の戦士の友達になった。もしかしたらって思った時のオイラの希望ったら。今パラミティア中のモグリがこの希望を感じてるんだ。はあ、そうだったな。でも分け合うなよ、独り占めにしろよ。だってこれもパラミティアルールだからね。あ、一つだけお願いクポ。ぎゅっと抱きしめてほしいクポ。この苦しさだけはオイラが独り占めクポ。みんな羨ましいだろう。友を奪った旧敵ももはや君の敵ではない。君は犠牲と別れを乗り越えて
光の戦士にふさわしい輝きを得た。もういい、黙れ。おしゃべりは嫌いかな？ならば武器を取りたまえ。いよいよ決戦の時だ。さあ人々よ見るがいい。光の戦士は怒りを胸に決戦の地へ降り立つ。暴虐を尽くすカオスへの怒りの炎が燃え盛り、この世の絶望を焼き尽くす。高き炎が清めの火となり、闇を照らす灯火のごとく人々を導く希望となる。